はい、それではですね、側部のむくみのですね、改善する、自分でできる自主トレのメニューを今日は紹介したいと思います。でまずですね、ちょっと立っていただいて、で最初にですね、横向きになってもらおうかな。まず最初、股関節の前側のところをですね、よく伸ばすってことをやりたいんですね。ですのでここから何かに捕まっててもらって結構なんですけども、左足を前に伸ばし上げてもらって、はい、で後ろにぐーっと反らしてきてください。今度後ろに伸ばしてくる、はい、前、はい、後ろ、はい、前、はい、後ろ、はい、もう一回前、はい、後ろ、はい、それができたら今度は座ってもらって、膝をですね、伸ばして曲げる、伸ばして曲げる、で膝を伸ばすときに側関節をですね、ぐーっとこう反らすような感じで、で戻す、はい、これちょっとやってみます。膝をぐーっと伸ばしていって戻す、膝を、はい、ぐーっと伸ばしていって戻す、もう一回膝をぐーっと伸ばしていって戻す。この鼠径部のですね、リンパ管とこの膝の後ろ側を通っているリンパ管をですね、今よく伸ばしてるんですね、はい、でそれができたら少しマッサージをしていきます。ギュッ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 、はい、じゃあ今度は上ですね、上、大腿部の上の方、はい、はい、じゃあ外側、上から下へ、少し圧迫を加えていくっていう操作を大腿部にやるね、はい、そしたら少し今度はずらしながらやっていきましょうかね。押してでちょっと中枢部に向かってずらして、はい、押してずらして、押してずらして、押してずらす、押してずらす、押してずらす、はい、これも上から押してずらす、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 はい、そしたら今度は膝の裏ですね、膝の裏も足から上がってくるリンパ管が膝の裏を通ります。で膝の裏をですね、少しこう、上に向かってですね、こう擦り上げるような感じで、マッサージをします。膝の裏をよくマッサージをしてください。少し手を深く入れて、指を深く膝の裏に入れながらゆっくり引き上げていくような感じです。で膝の裏をですね、よく上に向かって動かした後に、ここふくらはぎのですね、上の方ですね、ちょうどこの真ん中ら辺から深く手をぐーっと奥に入れていって、この奥のところにですね、リンパ管が通ってるんですね。で一番この深いところにある筋肉が硬くなるとリンパ管を圧迫してしまって、リンパ流が停滞しますので、この奥をですね、ぐーっと指を奥に深く入れていって、マッサージを圧迫を加えるってことをやります。じゃあちょっとこれやってみましょう。はい、今場所はですね、ちょっと手離してもらっていい？で場所は、ふくらはぎのですね、ちょうど上のあたりになります。ここで行くと、ふくらはぎのちょうどこのあたりですね。このあたりを奥の方にぐーっと指を入れて、ちょっと痛いですけど圧迫を加えていくってことをやってみてください、はい、押し込んでぎゅーっと圧迫を加えてゆっくり手を離す、もう一回圧迫を加えて手を離す、はい、もう一度圧迫を加えて手を離す、はい、このマッサージをよくやります。できるだけ深く入れるのがポイントです。あとはですね、こんな風にですね、膝小僧をさっきの今押したところに当てて、よくですね、自分の膝の上でこうマッサージをするんですね。これも結構痛みがあるんですけど、グリ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 ゴリ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 と
さっきのところをよくですね、圧迫を加えるっていうことをやっていきます。これなんかも自分でできるマッサージですね。はい、そしたらですね、次はこのすねですね、こうすねの骨がありますよね。このすねの骨のこうちょうどですね、こう際の部分を上から下へ、ここの部分をですね、よくこう揉みほぐしていくってことをやります。ちょっと圧迫を加えてグギ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 こうずらすような感じですね。ちょっとこれもやってみましょう。すねの際の部分ですね、今親指でグイ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 、そこの部分をですね、よく手を骨とこの筋肉のちょうどこう隙間ぐらいから入れるような感じですね。骨の際をよく揉んで、そこも結構筋膜硬くなって、そうすると、その周りにある筋肉が硬くなって、でリンパ流が停滞しますので、そこもよく上から下の方も、くるぶしですね、くるぶしのところって結構リンパ管が表層に出てくる場所なんですね。で、外くるぶしと内くるぶしを両脇からこうパックするような感じで圧迫を加えていきます。で、手を離して、また圧を加えて、手を離す、圧を加えて、手を離す、圧を加えて、手を離す。そしたら今度ちょっとずらします。ちょっとずらすような感じで、圧を加えてずらして、はい、もう一回圧を加えて、ちょっとずらして、圧を加えてずらして、圧を加えてずらす、圧を加えてずらす。ここはよくやっておくといいと思います。はい、ちょっとこう軽く揉んだりとかですね、マッサージするような感じです。内くるぶしと外くるぶし両方ですね。はい、そしたら、次に足の裏ですね。足の裏を、まあ、これはもうランダムによくギュッ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 ギュ、指の骨を一本一本ですね、こうずらしたりとかですね、下から圧迫を加えたりして、足の周りをよくマッサージをするような、はい、以上が足のむくみをですね、改善するための、自主トレーニングですね。最初に股関節をよく屈曲伸展動かして、それから次に膝を曲げ伸ばしをよくやって、足首もよく動かします。で、その後で、大腿部から圧迫を加えていく。末梢に向かって圧迫を加えていく。それから少しずらしながら圧迫を加えるですね。で、それができたら今度は膝の裏ですね。膝の裏の部分っていうのはすごく大事なところですから、そこをよくマッサージをして、で、ふくらはぎの裏の筋肉ぐーっと押し込むやつ、マッサージありましたよね。それもやってもらう。それから足のすね、すねの部分のこの際の部分ですね、骨の際の部分をよくこう動かしてあげる。それから外くるぶし、足というふうにマッサージを加えていくっていうことをやってください。